今回はね、街中にいるですね、キャストをね、ちょっと勧誘しに行きたいと思います。まずあそこにいる人から。はい。スカウトしてみようか。ちょっといいか、キアナがキャバクラで働いてみんか。アクセサリー、リングとかネックレス、ブレスレット。持っとる。ゴールドのブレスレット。そう、買っといたんすよ。ミツコ、はい、ミツコをスカウトしました。経営一層頑張らんとなっていう。これもね、達成目録に入っちゃうんでね、本当に探しに行かないとね。次3人目いきます。こっちだったかな。あれかな、この人かな、ぽいなぽいな。やっぱクローンみたいないるからな竜が如くあるある。モブキャラってさ、同じ顔のやつがね結構いるんですよ。3人から4人ぐらい。何かプレゼントあります、ありますよ。イタリア製マフラーね。ありがとうございますね。ハタコ、あと2人ですね。1人目はね前回勧誘したんでスカウトしたんで、次こっちかな。お、あの子絶対少女、あの子絶対少女とか言うな。なんやて、なんやて。せや、お兄さんも好きだね。この子とさ、有効度が上がんないんだけど。そう。あとでミントな。どういう条件で。おい、おお。なんか派手な服装やな。キュート、あそこにいますね。ほいほい、あれ見たことない顔やな。香水ありますよ、ありますぜ。これ男性用の香水があるんでね、皆さん気をつけてくださいね。サエをスカウト。最初は本当に女の子必要やからな。じゃあ最後いきます。はい、いましたね。この子最後っすね。あ、でも見たことない顔やな。
バッグありますよ。おい、これどや。それじゃあ経営行くか。やるんか。では視察行きましょう。水村、本当に行くんですか？ああもちろんや。お酢買ってきてください。うん、チラシ。はい。I want vinegar。わかったわかった。お世話な。お酢買ってくればええんやな。ちょっと今出かけるとこやったし、買ってくるわ。やった、そう来なくっちゃ。それじゃあよろしくお願いしますね。はいはい。あ、あ、ん？与田さんどうしたんですか？いや、いや、なんでもない。なんかあるのか、与田さん。チラシ寿司嫌いなのかしら。当分ね、キャバクラ経営になると思いますんで、なかなかストーリー進まんけど、よろしくお願いします。すいません。ねえ。これが敵？してる。え？何やって？ほんまか。すいません。ごめんなさい。ちょっと遊んでって。お願い。仕方ないな。この子じゃないのかな。ほぼほぼ胸出てたけど大丈夫？会計10万円でございます。何やって？何やって？ぼったくりバーガー。結局バトルか。グキ。
おい、あと50人か。これスカッとするよね、なんかね。失礼しました。ここあれやんね。水村の店、水村だってるよな。帰ったでー。 おかえりなさい。ん、とんでもない目。ああ、え、なんかあったんかな。あ、うん、この人か、おじっちゃん、水村さん。いい店を持ったな、ヨーダ。そんな風になっちゃってる。なんかあるのか、水村さん。師匠みたいな感じ。ファイブスターワークだ。わしの用意だ。あら、この子誰だ。この子か、響き。この子は多分あれだな、プラチナキャストやな。会わないことを願っているよと。水村さん、まあまあまあ、染まってしまった。はい。いや。もうめっちゃいいこと言うや、真島さん。やっぱゼロは真島さんのいいところがめっちゃ出てますよね。あ、押す忘れてない。はぁ、ゆきちゃん。うまい。忘れとった、忘れとった。よし、消えします。とりあえずゆきちゃんとゆいだっけ、あいだっけ、忘れた、あきだっけ、いいだっけ、忘れたけど、回転準備で
特別、あ、アイでやってる多分ね。特別練習をしましょう。まずは雪から。雪これ4回目ですけど。それじゃあ、はい、よろしくお願いします。うん、うん、はい。そう、ちょっと団子にしてみました。やっぱ俺ショートヘア好きなんですよ。まあ、ショートっつうか、まあ結んでるんだけど団子に。真島さん、ご指名ありがとうございます。今日も寒いですね。今日寒い。ん？お、ゆきさん、今日も可愛いな。ん？何笑っとるんや。ごめんなさい。真島さんが急に私に可愛いなんて言うから、おかしいやら嬉しいやらで。失礼だな。そう、みんな真島になった。最初は話す相手が真島さんでも少し緊張してたんですが、おかげさまで慣れてきました。すげえ。最近はお客さんとの会話もすごく続くようになったんですよ。なんだかお仕事楽しいです。ナイス。何気ないことですよ。最近何したとか、何食べたとか、あとは趣味の話とか。趣味見つかったんかな。趣味趣味で言うと、なんだっけ、日記、え、盆栽も言ってたよね確か。どっちだ、ちょっとまあ盆栽にしよっか。日記、日記っていうのは趣味というか、なんだっけな、日課だったよね確か。じゃあ多分盆栽だと思う。あ、さん、よかった。私が盆栽育ててることよく覚えてますね。正解。私チラッと言っただけですよ。盆栽となんか人気書くことがなんたらとか言ってた。そうですよね、うん、なかなか覚えられなかったから。私最近日記にその日会ったお客さんの特徴や何を喋ったかを書くようにしてるんです。ふん、それがナンバーワンへの一歩か。私接客がまだ上手くないから、うん、そういうできることからコツコツやっていこうと思って。まあまだまだ全然ですけどね。もっと頑張らないと。あ、そうや、フル株。はい、そうですね。フル株って言ってもまだ働き始めて半年ですけどね。私今年大学卒業したばかりですし。ん？それはうん、実は私内定取れなかったんです。うーん、え、就職活動失敗して、大学卒業後の就職先が見つからなかったんです。オーマイガッツ、何やと。そうですよ、どうせ私なんてどの企業からもお呼びがかからなかった寂しい女ですよ。筆記試験はそこそこいけるんですけど、うん、私すぐ緊張するから面接が苦手で。面接ね。みんなみたいに上手に嘘もつけないし、はあ、本当にダメですね私。ゆきちゃんのええところ、企業の見る目がない。え、うん、まあ、正直者は一番大事っていうもんね。真島さん嬉しいです。私いっぱい落ちまくりましたけど
結果的にここで働けてよかったな。よかったよかった、うん、はい。じゃなかったらこうやって社交的に人と話せなかっただろうし、真島さんやみんなにも出会えなかったし。そうやな。不器用でよかったです。なるほどな。はい、あの時公園で一人虚空を見つめる私に声をかけてくれなかったらと思うと今でもゾッとします。ふん。あの頃はキラリと光るものを感じた、うん、10年に一人の逸材だってヨダさん言ってましたけど。うん、うん、ヨダさん見る目なさすぎですよね。失礼な。うん、それじゃあどうでしょう。ちょっと前まではやめたいやめたいって思ってましたけど、今はまだしばらくはこのお店で頑張っていきたいって思ってるんです。もちろんいずれはまた就職活動して OL を目指してもみたいですけどね。うんうん。でもこのお店は居心地もいいし、毎日本当に勉強になることが多いので、もっとここで成長してからでもいいかなって。客に企業の社長がおるかも。セクシーさも鍛えんとビシビシしごいたるわ。ビシビシしごいたるわ。はい、望むところです。よろしくお願いします。うん、本当だよ。本当ですか。ゆきちゃんって刃なんかな。まったく。ありがとうございました。気を抜いたらなんだか急に眠くなってきちゃいました。刃ではないか。違うわ、多分塩だと思うわ。なんや。寝不足か。あ、はい。ちょっと昨日夜遅くに急にうちに来客があったので、それで。来客ね。ふん。夜に来客ね。うーん、何ですか。お幸せな。睡眠は十分な。あ、はい、ご心配どうも。お肌は女性の命ですし、うん、お客さんにも失礼ですもんね。気をつけます。ベリーグッドじゃん。え、夜遊び。いや、よくわからないですけど、とにかくよく寝ますね。兄さんなんか誤解してそう。お疲れ。うん、ご苦労さん。パーフェクトレッスン。ありがとうございます。いいんじゃないですか。あ、これ1回しかできないのか。そっか、まだライバル戦無理そうだね。じゃあちょっと1回切って、うん、切っとこうか。普通に営業します。ではお疲れ様でした。